じゃあよろしくお願いします。お願いします。はい、どうします。とにかくこのバラバラにあるこれ どうしたいとかあります？基本的に、はい、乾かした時はすごいこうストーンって綺麗に乾くんですけど、朝起きたり、まあ、ちょっとしたら、全部こう外にバーっていっちゃって、おうおうおう、顔面がバーって出るみたいなのが嫌すぎて嫌すぎて乾かしたじゃないですか。わかる。ここ大事ですよね。そうなんですよ。ストレートにストレートの方がいいかって言われたら別にストレートじゃなくてもいいんですけど、とにかくその何だろう、何もしないうちに顔が全部画面がバーって出ちゃうのが嫌で、それがなんとかなったらいいな。なんかこのカール感とかは結構いいのかなと思ったんですけど。どうですか？むしろパーマっぽくてどうだろう。なんかあんまシャキンってしすぎると、これを補うなんかバランスがいいウェーブができるのであれば、それはそれでかなと思ったり。なるほどなるほど。こっちがペッタンってなりがちで、ペタンってしがちですね。こっちがひどい時は何が起こってるんだろうぐらいこっちに行っちゃったりするので、うん、いやストレートだと髪質的にすごいペターンってしちゃって、うんですね、なんかふわふわの方がふわこのぐらいの癖出てた方が似合うかなっていうのと、ただここですね、これボコ、あ、そうです、へこんでボコ、うん、これなかなかですよね。ここがヒュン外巻きのなんかすごい昔の昔の前髪がひどいと、S 字みたいなウェーブになっちゃうんですよ。これはこれなんかちょっとすごい綺麗なセットをしたみたいなこのカールでもあんまり好きじゃないってことですよね。全体にまとまってればいいんですけど、部分的にそうなってるからそこにばっかり目がいって、なるほどなるほど、なんか嫌だなってなって、友達もなんかいいじゃんそのゆるウェーブみたいなのいいじゃんって言うんですけど、僕もなんかあのフィンガーウェーブっていうこうやって作るウェーブがあるんですけど、こうやって昔のあの貴族とかがやってるやつがあるんです。なんかそれに近いカールだからなんか素敵だなとは思ったんですけど、ただ一個ご提案としては、この顔周りはストレートかけちゃって、ここですね、ここまではストレートかけて顔周りを包む毛っていうのは作ります。で後ろは逆にこっち側いい感じなんですけど、こっち側がなんかペタンとしてるんで、これが左右揃ってくるようなパーマとかかかっててもいいのかな、ウェーブの方がなんかちょっと似合いそうな気がするんで、でここら辺はちょっとストレートになって、この顔周り、この顔にかかる部分がこうチリチリしちゃうと嫌じゃないですか、そのなんかハイブリッドな組み合わせでいったらかっこいいんじゃないかなと。じゃあそれでちょっとやってみましょうか。はい、お願いします。ね、少しイメージ、まあいろいろやるんでカラー根元リタッチでいいかなと思うんで、はい、はい、うん、お願いします。それでいきましょうかね。お任せいただいていいですか。あ、お任せします。OK 行きましょう。はい、OK です。モジさんなんか結構いい感じの癖があるんで、でまあ右が弱くて左がちょっと強いとかそういう感じだから、しっかりとパーマっぽくさせてもらっちゃって、顔周りストレートっていう形でいってもいいのかなと思います。じゃあ行きましょう。じゃあまず顔周りストレートして後ろにパーマの癖つけます。じゃあ準備します。はい、はい、お願いします。じゃあ先ほど言った通り顔周りを包み込むところあたりまでをストレートにして、あ、ここす結構強いですね。お土産をどうしようかな。ここはカールがあった方がいい気がする。こっから後ろをパーマ、こっから前をストレートでいきます。で時間差が欲しいので、まず前髪のストレートはリッチとスピエラジュッパーの酸性縮毛矯正にします。で後ろはリッチユーノの弱酸性のデジタルパーマの1液でいきます。で弱酸性の方が5、6分、7分で軟化すると思うんで、この酸性の方を早く、15分かかるんで、こっちを先に塗ってしまいましょう。まずはこの前髪の酸性のところをペーパーで塗っていきます。こうして、まあ、酸性根元折れる可能性が非常に少ないんで根元を攻めましょう。で毛先の先は外しといた方がいいかなと思います。でペーパーでちょっと丸めといて、よし、ちょっと3段でいきましょうかね。はい、そうしたらこの横ですね、顔にかぶってくるところ、顔周りの毛っていうのは結構厄介で、これが癖が出てるとどうしてもなんかだらしなく見えるんで、ここをしっかりと癖が取れるようにします。はい、
こんな感じ。顔周りの細い毛っていうのは酸性でいってしっかりと伸ばすんだけども、自立クリスクが少ない方でいった方がいいですね。はい、こんな感じで。で、後ろに関しては、弱酸性リッチいうので、しっかりとファール感を出していきたいんで、時間差でいきます。今から15分なんで、5分後に塗り始めましょう。じゃあ5分お待ちください。はい、5分経過です。ってことは、ここがもうあと10分で流したいってことなんで、後ろ行っちゃいましょう。リッキューの21ですね。これをもう先につけちゃいます。ある程度大まかにつけて、これは根元じゃないですね。パーマとしてつけたいんで、大まかにつけて、後でコームで伸ばします。で、軟化させた状態でカット。で、そのままパーマに行けるっていうのがいいですね。これ時短です。デジタルパーマのお客様とかは、もうカウンセリングして、パーマかけるってなったら、もうそのままシャンプーする前に1液つけちゃえばシャンプーの回数を減らせるんで、パーマの一番の敵って流す回数が多いことなんですよ。だからそれってすごいもったいないし、お客様の体の負担にもなるから、で、あとサロンのセット面の稼働率、シャンプー台の稼働率の低下にもつながるんで、先につけちゃえば全てが解決します。で、ある程度つけたら、はい、細かくつけます。で、デジパーなんでそんなグリグリにはかけるつもりは全くないんですけど、ちょっとカットすることも考慮して、できる限り奥の方からいきます。で、これをやりながらなんとなくのカットラインを調べときます。こちらモデルさん、ワンレングスですね。グラデーションも入ってない状態なんで、今日はグラデーション入れようかなとか考えながら薬をつけてください。はい、全体つけ終わりました。で、ここの時点で多分およそ2分3分経ってるんで、プラス7分で、ちょうど前が15分で、後ろが7分の放置時間、この逆算ですね。要は酸性と弱酸性のハイブリッドは時間の逆算がすごい大事になってくるんで、そちらしっかりとやってください。で、流す直前にインフォームをシャンプー台でつけて流します。お願いします。では、お疲れ様でした。はい、流し終わりました。はい、これケラミックソコネクター10倍希釈とアクアつけて、で、カットしていきます。活性ケラチンと CMC 入れることによって、髪の毛を熱から保護するとともに、しっかりと栄養を与えてツヤのある髪にします。なんとなくわかります？ちょっと、うん、癖が落ち着いてる。で、後ろもぶっちゃけ落ち着いてます。ああ、そう。はい、ただ濡れてる、うん、濡れてるからっていうのはあるけど、ここはパーマかけちゃいます。もうカットとかお任せされてもいいですかね。あ、全然お願いします。バッチリいきましょう。はい、いきます。はい、じゃあそんな感じでいきます。まあ先ほど一液塗ってる時に言ったんですけど、はい、ワンレングスですね。ワンレングスでこういうちょっと長い毛とかちょっと出てくるんで、これを全部今日はグラデーションで切ります。グラデーションで切って少し動きを出したいん でアウトライン自体はそんな短くしなくても、あのカール感で少し短くなるかなと思うんで、こっちでいこうかなと思います。ちょっと新しいヘアスタイルにしましょう。よろしくお願いします。はい、で、このワンレングスのこの中段から切っていきます。中段切ることによって少しグラデーションの動きが出るんで、ハの字でスッと、これですね、この角があるとないで全然変わってくるんで、首を長く見せるカットっていう感じですね。アウトライン自体は切らないで、こんな感じ。見てもらうと分かるんですけど、これワンレングス、こっちグラデーション、明らかにこっちの方が締まりがあると思います。で、こうした時に動きも出てくるかなと思います。はい、よいしょ。同じく、ハの字で、一段後ろ、ワンパネル後ろにダイレクションをかけて、中段切っていきます。アウトラインは切らないように気をつけてください。はい、次の段いきます。一番上、ほんのちょっとだけブロッキングしてあげて、さっきのこのグラデーションのライン、このままいきます。このままグラデーションのライン。そうすると、ここですね。ここに段というか、まあ段までいかないですよ。グラデーションですね。少し上が短くなる。スタイル締まりがあるし、さらに動きっていうのが出てくるかなと思います。こうして後ろに引いて、こんな感じ。まあ、ぶっちゃけこれでストレートヘアになった、パーマが落ちてストレートっぽくなったとしても、このカット自体がこうグラデーションになってればすごいかっこいいと思うんで、それを目指してやっていきたいかなと思います。で、一番上でさっき後ろに飛び出てたやつがあったんで、結構長い毛が出てくると思います。これですね、こんな長い毛たちを同じくグラデーションのラインでいきます。ここレイヤーにならないように気をつけてください。レイヤーになってしまうとまたちょっとヘアスタイル変わってくるんで、後ろに引いて、はい、こうですね。で、サイドは上下に分けて、また今度はイヤートゥーに引っ張ってグラデーション、前下がりグラデーションボブ、俗に言うボックスボブってやつですね。切り方的にはボックスボブは刺すんだっけな、刺すんでいいのかな、刺すんか、僕多分あのピーカーブーの DVD か VHS から見たカットの仕方ですね。これ結構使い勝手がいいんで、現代風にもなるしクラシカルにもなるし、このボックスボブの切り方を覚えておくといいかなと思います。
で、イヤーというところで後ろに引いて、はい、角取る。よし。はい、そしたら次サイド、また上下2段に分けて中央アウトラインチェック。まあ大丈夫かな、ちょっと荒れてるとこは取ります。はい、また今度イヤー2に引いて後ろのガイド通りに切ります。引いて切る。はい、同じくトップ、ここ切るとこいっぱいありますね。これですね。はい、こんな感じですね。そうするとこういう感じ。真横からお願いします。ちょっと後頭部に丸みがつきつつ、襟足あたりが少し軽く見えて、全体的なボリュームポイントがグッと上に上がったと思います。これでさらにこの上の方と下の方もカール感を出しつつ、前髪はストレートいきたいかなと思います。で、後頭でまたさっきのブロッキングをしつつ、後ろはパーマの準備、デジタルパーマの準備します。じゃあブロッキングしますんで、岩崎さんデジパーの準備お願いします。よし、じゃあこんな感じで前はブロッキングしたんで、後ろパーマいきましょう。デジタルパーマです。ちょっと水分出して、で襟足のあたりはかけたいんだけど、なかなかそんなに長くないんで、ベルトとか使わずにパッと、はい、一番細いの何ミリだっけ、これ18です。でかなり奥の方まで巻いちゃいます。ただ火傷にしないように指一本分は離しておいてください。多分ちょっと取れやすいと思うんで、しっかりとギュッとテンションかけて、で中段からミックス巻きです。ミックス巻きというか普通に巻くんですけど、リバースとフォワード分けます。結構今日はふわっとさせたいんで、カール同士がぶつかるような形でいこうかなと思います。はい、また同じく今回もフェルトは使いません。フェルトを使うと根元付近から離れてしまうんで、フェルトなしでいきます。でロット赤ですね。赤のサイズは分かりません。おそらく20だと思ってます。もしロットのサイズ知りたい方はオーディスのサイトに行ってください。20で合ってます。20で合ってる。さすが。さすが。ちょっと待って、あなたコールドパーマの色いつもさ分かんないじゃん。はい、あのはいライグリが17ミリとか分かんないじゃん。分かってますよ。えいつも11ミリは11が、違う、私順番にこう下がっていかないといけないから時間かかるんです。ライグリが17で、うんうん、あのその下の濃い緑が15で、うんうん、っていう順番で、次は次は何て言いました、何色って言いました、今。11がベージュ。おお、正解じゃないですか、うん、ほら、ホレミ。ホレミで何ですか。え、いや、なのにそっち曖昧なのに、なんでデジパーのロットは覚えてんの。え、ここに20って書いてあるから。いや、コールドは書いてないもんね、確かに。あれ困るわ。あれ困るか。俺なんか一番最初に修行した美容院、このロットを色で覚えるなって言われたんだよね。数字で覚えなさいって。私色で覚えてるから色で言ってほしいんですよね。プチクレーム。何ですよ、待って、まあ、でも言われたことないですけど、基本的にほぼ入ってるから。わかんねえ時は全部入れとけと思って。全部入れとけ。パーマヘルパーだ。わかんなくなったら全部入れて3本ぐらい出したけど、どれかしら当たるの。まあ、ね、パーマヘルプってなんかね、昔もっといっぱいあったけどね。最近はデジパーの方が多いから。デジタルパーマかけたことあります。前にあったかもしれない。あったかもしれない。記憶が記憶が遠いぐらい。いやでも そうですよね。髪質的にデジパーの方が合うなと思って。コールドパーマっていうのは俗に言う普通のパーマです。これはデジタルパーマって、熱の力を使ってかけるパーマ、24mm。よし、この後ここになんとコードをつなぎます。で電気通して、髪質的にデジタルパーマってご自身の癖を一回取ってからかけるんです。だから綺麗なカールになるんですけど、ご自身に癖がある場合、それを取りながらかけれるから綺麗になるんですけど、普通のパーマって自分の癖にプラスされるんです。そう、だから多分髪質的に左右差もあるから、癖にこのデジタルパーマの方がいいかなっていうのと、一緒にこうやってストレート箇所箇所で分けてできるんで、すごくおすすめです。やっぱり巻いたところはフェルトいきます。手元との距離も取れそうなところはフェルトいきます。岩崎さんが座っちゃいました。え、ダメですか。いやいいよ、お疲れなんですね。はい。何をそんな当たり前のこと。今日一本あのライブの撮影してから。あ、そうなんですね。午前中カミスマックスっていうカミカリスマの撮影があって、それでもうそれでいやずっとここだったらいいんですけど、この暑さを移動するのがやっぱしんどいです。あ、ですね。しかもなんかすごいね、遠かったらタクシー移動なんですけど、銀座シックスなんですよスタジオは。乗るのはばかられる。タクシー乗ったら怒られる。さすがに。いや、ここ7丁目であそこ6丁目なんで。そんな疲れて座ったみたいになっちゃうじゃないですか。違いますよ。座った方がデスポジだったから、そこにいただけで、そこにしかも椅子があったから、ね、やめてください。
な人がなんか疲れて座ってるみたいな。いや、お疲れかなと。お疲れですよ。どっちだよ。どっちだよ。お疲れなの、お疲れですけど。もう暑くて暑くて。て今日やばいですよ。やばいですよね。35度とか。やばいやばい。日焼け止めを塗り忘れてしまった。塗り忘れてていつも塗ってねえじゃん。最近もう塗ろうと思って。それもう20回ぐらい聞いてるんだけど。絶対20回は言ってません。じゃあ11回。絶対嘘。まだ10回も言ってないですもん、今期。今期？いやでも去年合わせていい。なんでですか？去年もずっと言ってて。去年合わせたらもう去年終わってますし。さあさあ。何言ってんすか、はい、うまい寿司送ってきました。根室花丸って知ってます？どこにあるんですか、ね、東急プラザってとこに、はい、回転寿司、北海道の回転寿司が入ってるんですよ。すごい並ぶんですけど、めちゃめちゃうまいんですよ。並んでまで並んでまで食う価値ある。行ってきたんですか？はい、筋子の握りが超うまいんですよ、ですね、あれちょっとぜひ帰りでもおすすめですよ。あそこの筋子の握り食ったらマジで飛びます。筋子の握りってあんまり、そうなんですよ、なくないですか？なんかもう自分の人生が終わる前に食いたいもの、ベスト3の中に生牡蠣と筋子が入ってるんです。おお、海鮮、海鮮、海鮮、肉入るかなって感じです。生牡蠣と筋子はね本当に好きで、私なんかつながってない方が、どっちかっていうとつながってない方がいいんですけど、つながって筋子って塊になってるじゃないですか。いくらですか？いくら、なるほど、いくら派ですね。それでも中身一緒ですね。仲間だって。岩崎もイクラ派なんです。仲間だ。イクラ派じゃないの、タコじゃん。だからイクラとかタコとか納豆巻きとかだから、すごい安上がりな女ですよ。イクラは高いですよ。イクラは高い。イクラちょっと高めです。いや、イクラそこそこ高い。筋子より。筋子の方が高級なんですかね。筋子は安いですよ。らしいです。びっくり、驚いた。地下に立ち食いのお寿司があります。あ、でもあそこですか？あそこですか？その地下に地下と10階にある。一緒ですか？そう、一緒です。地下がイタチで、上が座り。でも上もカウンターがあるんで、一人全然 OK です。マジでね、おすすめですよ。なんか地下で、こう、女性が一人で立ち食い寿司やってるの見て、はい、私もいつかって思いながら。私もいつか。ちょっと勇気出ない中、うちの立ち食いはまだ一人でやったことないです。立ち食い一人でやったことはないです。いつも連れてっても。一人でやったら大人になった証拠です。大人になりましたね。どこまでできるかとかってないですか、女性同士って。カフェは入れます。カフェはまあ行けますよね。カフェは入れます。カラオケにチャレンジしたいと思ってるぐらいです、今。あ、人から、人からは。でも最近やる人多くなってるから行けそう、ね、ちょっと店員さんの目が気になっちゃった。ね、いっぱいいいんでしょ。いっぱいいると思いますけど、なんかメンタル的に。え、なんでメンタル的にいろいろ想像しちゃって、お前なんで一人で来たみたいな、なったら嫌じゃないですか。なんないよ。堂々と私練習しに来たんでみたいな感じで、プロの雰囲気を醸し出していかないと。プロの雰囲気っぽい。小道具持っていて、ギターとかバンドやってますよみたいな。ちょっと練習しに来ました、防音なんでみたいな。そうそう、そういう人結構いますよね、多分ギター持ってったりとか。それはギター持ってきゃいいですよ、手ぶらだと。まあボーカルの手か、はい、ボーカルの手って難しいですよね。はい、人から専用もありますよね。人から専用、あ、あるあるある。行きたいんですよ、あれ。頑張って頑張ってデビューできるように。いいじゃん、いい趣味で。趣味まだ行ってないです。一人立ち食い寿司も行けるといいね。行けますかね。そこはでも本当に一人で女の人が食べてたんで大丈夫だと思います。地下はでも立ち食いなんて私はみたいな。そばも食べたことない。なんでですか。いや、そんなんじゃないですよ。田田さん、立ち食い人生初めて行ったんですよ、この間。この間って結構前ですよ。そうだ、根室花丸に2人で行って、うん、上が確か閉まってたから、そう、じゃあ下で立ちでいいって言ったら、うん、はいって言ったから、あ、オッケーと思って行くじゃないですか、はい、で、あ、お二人様そちらでどうぞっつってカウンターに通されるじゃないですか、うん、もちろん立ちじゃないですか。いきなり本当に立って食べるんです。私立って食べることがないです。本当に立って食べるんですね。これ立ち食いって立ち食いとはみたいな。食べなくないですか、人生で。そんな感じ座って食べて。ええ、姫姫じゃない。いや、ちゃんと育てられた。いや、ほんと育ちいいですよね。俺はもう基本立って食べて生きてきたよ。立ってお寿司食べるんですか。立ってご飯はまだ食べないですよ。立ち飲み屋とか行かないです。でも私も行かないです。あれ行ったことない。立ち飲み屋って疲れちゃう。疲れてるし、足痛いし、座りたいしみたいな。だから回転率がいいわけ。だから安いし。そもそもお酒も飲まないから、立ち飲みっていうのにまず行かないし。いや、もうびっくりですよ。その板さんの前でいきなりそんなこと言い出すから。板さんちょっと奥にいましたって。聞こえない程度。いや、聞こえないです。
でも地下だと茶碗蒸しがないっていう。そう、茶碗蒸し、ああすいません、茶碗蒸しうち回転重視なんでって言われて断られてました。カニグラタン出しとるよね。マジで岩崎あの寿司一緒に行くと茶碗蒸し絶対食うんです。関西ですね。美味しい、美味しいですね。ちょっと待って、熱くないですか。ちょっと暖かいです。あったかいぐらい、暑いなって感じ。あ、オッケー、はい、それを確認しなきゃいけない。人の寿司事情を言う。寿司事情、暑か立たないかみたいな。立たないか、いや、いいんです。私お客様にすごい最強の味方が一人いすごい、ずっと常連さんでなんか岩崎マジ立ってくってことないとか言うんですけどとか言ったら、私もないって言われて。マジっすか。どうでしょう今。あ、大丈夫です。左どうですか。左はそんなでもないですね。今はまだ最高温度じゃないですけど、もうだいぶ高い。そろそろ暑くなってきそうな予感はします、予感します。普通デジタルパーマって、まあ、でもこれ 7,80 度まで上がるんですよ。あの距離が近いから、通常ロングの人にかけることが多いんですけど、ショートの人にかけると距離が近いから、暑かったらすぐ言ってください。ああのすぐずらすんで、はい、なんかそういうもんかなって。いや我慢しちゃダメです、我慢しちゃダメです。一応10分ちょっとなんで、はいはい、ちなみにそのままこれ前髪のところをストレートかけていきます。はい、じゃあ美容師さん向けに、まあ、後ろを温めてる状態なんで、この時間を利用してこの顔周りのところストレートいきます。乾かします。はい、乾かし終わりました。後ろを加温中にが全て終わるっていうのがこのデジタルパーマと宿毛矯正のハイブリッドのいいところですね。まあツインブラシを使ってまで伸ばす癖ではないんですけど、しっかりと薄スライスで、特に前髪のところはクシャッとなるとあれなんで、温度190度でいきます。ゆっくり、酸性なんであんまりさささっと終わらせないで、熱の力でちゃんと伸ばしてあげないとダメですね。ちゃんとこうして、ちゃんとこの脇の気になるところとかも根元からスンと手を伸ばす。顔周りにくるくるっていう癖があると、先ほども言った通りちょっとだらしなく見えたりするんで、ちゃんと伸ばす。すごい、まっすぐだ。はい、これで固定しますね。固定、はい、固定してほしい。でも結構弱めです。あんま強くついてシャキンってしちゃってもダメなんですよ。縮毛矯正感が出るんで、もうちょい柔らかくなる。って言ってる間に後ろのデジタルパーマはあと2回。私ストレートとかかけたことないんです、一回も。なるほどなるほど。この癖が出始めたのがもう 4,5 年ぐらいなんで、なんかずっとどうにかならないかって思ってましたけど。思ってたけど、あんまり提案もされなかったので。あ、そうなんだ、はい、じゃあずっとカットとカラーだけ。そうですね、パーマはたまに気が向いたらなんか緩くかかるぐらい。あ、なるほどね。いい、お疲れ様でした。はい、こんな感じですね。もう完全乾燥、完全乾燥させてください。デジタルパーマ、つけ巻きじゃないんで、水洗デジタルパーマのパターンは。はい、じゃあこのまま冷まします。ちょっとこのまま時間を置いて冷まします。はい、はい、クーリング終わったんで、乳液ですね。アルテマのセカンドローションのオキシ OX の方ですね。で、バーッと乳液で固定しちゃいます。で、前髪なんですけど、この後根元のリタッチカラーしたいんで、その時に行きたいかなと思います。なんで後ろバーッとつけたら5分でアウトして、そのままからいきます。まあ、かなり時短だと思うんですよね。シャンプー前に1液を全部つけて、カットしてそのままワインディングで、そのまま2液して外してシャンプー台行かずにから、ってなるとシャンプー台に行く回数は2回で済むと思うんですよね。一番最初カウンセリングの後と、あとはこれのカラーの流し。なんでお客様もサロンもしっかりと時間効率のいい仕事ができると思います。で、最後にドライカットですね。はい、じゃあこれで5分後からいきます。はい、お疲れ様です。外していきます。パーマっていう提案はあんまなかった。パーマの方が似合いそうな感じだったんで、うん、うん、どうだろうなと思うんですけど、じゃあ今日はちょっと新境地の。そうですね、うん、すごく久しぶりに。久々の初デジパン、はい、なんか結構パーマ任しかけた時は、うん、こう取れやすい感じだったんですけど、デジパンはね、取れにくいんですよ。そうなんですね、はい、熱を使ってる分。よし、はい、こんな感じですね。バッチリだと思います。はい、ちょっともう一回セカンドローションをサクッと入れて揉み込んじゃいます。もう力で押す感じでいいですね。こういう薬剤浸透器は手の圧って結構大事なんで、サワサワすると浸透しないんで、ギュッと。よし、ほい、楽しみな感じの、うん、今一瞬見ましょう。こういう感じ。
おお結構、うん、ちゃんと、はい、ちゃんとパーマです。でこのままこの薬ついた状態でちょっとだけ水分取ってカラーいっちゃいます。準備します。はい、こんな感じでバッチリのパーマミックスですね。フォワードとリバースのミックスカールっていうのができてるんで、このままカラーいっちゃいます。ノンアルカリでさらに荷剤が加水ってことはそのままカラーいけるんで、シャンプー台での水洗っていうのは必要ありません。はい、カラー剤おなじみ 14N20B グリーンの4:1:20%ですね。ちょっと色味重視で明るめのグレーカラーっていうのいきます。で、毛先は正直コーミングあんまり入れたくないんでリタッチでいこうかなと思います。でシャンプー台の乳化で色が入るぐらいなんで、根元の薬のみです。洗剤と大さじ2杯、ペラフェクトコネクター1プッシュ入れてます。インフォーム3プッシュ入れてて、はい、絶賛開発中のマルヒトリートメント入れてます。 15g 入れてます。これは近日公開です。めちゃめちゃいいです。はい、行きましょう。行きましょう。前髪のところはカラーで固定できます。じゃあこれでポジション置きます。はい、はい、お疲れ様です。じゃあ乾かしていくんですけど、ノットのミストですね。よし、すごいいい匂い。いい匂い、おお、ありがとうございます。匂いこだわったんですよ、なんかシャンプーとかがシトラス系の香りなんで、うん、同じすごい好評だから、シャンプーの香りもなんで使ってますよ。ありがとうございます。嬉しい。すごい香りいいですよね。そう、うん、だからそのまま同じ香料でいいじゃんと思って、うん、ちょっと柑橘系の香りスプレーにするとめっちゃ鼻の中入ってうわってなったんで、だから今回はなんかどっちかっていうと乳液とか、うんうん、あの優しい香りにこだわって作りました、うんうん、これで結構時間かかりました。すごいいい香り、はい、ありがとうございます。ちなみにこのストレートになってて、ね、後ろがこうカールがふわふわっとしてます、はい、なんで乾かしてさらにドライカットしていきます。リンクのオイルを軽くつけて、ミスト自体でレブリン酸っていうものが入ってるんで、あの髪質改善、要は少しうねりとかが取れたり、かといってパーマが取れるわけじゃないんで、うん、プラスあのリピジュアっていう保湿成分がすごい潤いを閉じ込めてくれるんで、こうやって握って作るスタイルがかっこいいかなと思います、うんうんうん、はい、乾かします。さあ今乾かし途中です、うん、まだ毛先濡れてます。カール感も出ました。でここら辺の癖がなくなって、うん、ないここ触ってみます。あ、ツヤとツルツル手触りで、うん、後ろのパーマがこういう感じ。おー、まだこれ全然何もスタイリングしてなくて、はい、乾かしただけですごい動き出るんですけど、今日切ったこのグラデーションのところですね、ここら辺が少し重たいんで、ここをちょっと量取りたいんですけど、パーマスタイルのまま取っちゃうと結構バラつきが出るんで、一回この状態、要はパーマかかってますよっていう状態を見てもらったんで、ブローしちゃいます。ブローで伸ばしても パーマが取れるわけじゃないんで、ブローして最後に水スプレーでもう一回濡らして、パーマの質感でフィニッシングしたいかなと思います、はい、前髪超楽になりますよ。なんかもう感動。よかったよかった。ブローしますね。はい。何ですか。じゃあ鳥が遅かったね。もう一回言いましょう。もう一回もう一回言ってもらっていいですか。いや本当これすごい、この状態でも可愛いですよね。可愛いし、なんだろう、こういうシルエットにならなかったですよ、ね、要は段が全く入ってなかったんですよ。段っていうとレイヤーになっちゃうんですけど、上の長さと下の長さが全く同じだと、うん、これじゃなくて三角形になるんです、うんうんうん、今日いらっしゃった時ので三角形で癖があるから、要はブヤーンって跳ねちゃったりとかするんですけど、うんうん、それが綺麗に内に入るように、うん、あの全体的にグラデーションっていうのを入れたんで、今ちょっと重いんですけど、この丸さが出てコロンとしたような質感、うんうん、これがすごいいいかなと思うんで、これが欲しかった。これが欲しかった。欲しかった。じゃあ今日ブローで終わりましょうか。はい、いやいやいや。いや、カールじゃなくても、要はくるくるドライヤーとかでもいいし、電、う、マ、ん、ブラシとかでもいいから、こうやってブローすると、今日のパーマそんな強くないから、こんぐらい簡単にできます。なんで、これはこれでいいかなと思うんですけど、パーマを見たいですよ。あ、もちろんです。こうもうできるってことですよね。こうもう余裕でできます。強いパーマはかけてるわけじゃないんで。でもって、この顔周りが、ここですね、ここの髪の毛が癖がないっていうのがすごい重要です、うん、で後ろはこうやってボリューム感を残しつつ、うん、だ気になるとこだけ酸性の矯正っていうのをやってあげるといいかなと思います、うん、信じられない。ありがとうございます。こんななるなんて。なりますなります。ちょっと後ろやっていきますね、うん、はい、はい、じゃあ、まあ、モデルさん喜んでいただいてよかったんですけど、後ろまだ全然重いんでブラントカットの状態ですね。なんであんまりつかなくていいです。つかない方がむしろいいです。なんでただこのブラントですね、ブラントだけは
落としといてあげると自分でやったときこなれた感も出るし少し柔らかさも出るしおすすめです。こうしてこうですね、このブラントのところだけをチョップカット、深めのチョップです。あんま浅いと意味ないかなと思うんで、どんぐらいだろうな、3センチ4センチぐらいのチョップカットを入れといてあげるとスタイリングもしやすいかなと思います。まあ根元リタッチなんですけど、それでもしっかりと柔らかい色になってるかなと思います。もうトリートメント成分が効いてるんで、ツヤ感がバスッと出てます。はい、このブラント感を消してあげる。そうすると、より滑らかな感じになってくるんで、切り立て感もないし、すごい柔らかい質感っていうのが作りやすい。かつ、このボリューム感は残しておきたいんで、このままいきましょう。容器じゃないですか。根元がピシャンってなるなみたいなのに解消された感じは、あ、逆にそうなんですよね。そう、縮毛矯正かけるとペシャってなるってイメージあるんですけど、うん、このお薬かなり柔らかいんで全然ペシャンとしないですよ、うんうん、しかも結構ちゃんと根元からつけてもこれなんで、うん、もっと癖がすごい強い方とかだとこの薬だとちょっと物足りない場合があるんですけど、これぐらいの癖だったら全然十分かなと思います、うん、これってどのぐらいの前髪に関してはここの距離がないじゃないですかあんまり、はい、なんで3、4ヶ月でもその間は全く気にならないと思います、うん、後ろとかにかけたとしたら基本的に半年ぐらい持つんですよ。根元が生えてきてこの鉢崖になってるところですね、はい、を超えると横に広がってくると、そこまでは全然上に広がる分には変じゃないんだけど、ここを超えると今度横に行っちゃうから、それがだいたい4から6ヶ月あります、うん、で前髪に関してはもう完全にここが距離が短い、この落ちる位置が短いんで3ヶ月ぐらい、はい、あーちょっと耳後ろだけ軽くします。よし、耳後ろだけなんでセッティングできちゃいます。 N スペックの20目ですね。スンと、はい、もうこれぐらいでいいかなと思います。あんまり量取りすぎない。前髪の長さってどんな感じがいいとかあります？あ、合わせてもらって、うん、あんまちょっとでいいかな。前に引き出して流れる方向と逆に引っ張って切る。で最後こっちのここの角だけ落とす。そうすると自然かつツヤのある仕上がりになります。よっしゃ。しかも開発中のトリートメントすごいツヤをツヤがやばくないですか。だいぶすごいバッチリです。ちょっと毛飛ばしてクロス一回取りましょう。はい、まずじゃあ先ほど言ってたこの状態でも最高な状態を、まだスタイリング剤何もついてません。はい、こうです。あー、すごい綺麗なグラデーションの、うんうん、いい感じです。もうくるんってなってて、そう、クロス楽ちんになりますよ。はい、だがだってかグラデーション入ってると。じゃあプラスせっかくパーマなんで、はい、もっと楽できる。朝起きてちょっと濡らすミストと水道水でもいいです、うん、あのミスト単品でいくとちょっとコストもかかるし少しあの重たくなりやすいんで、はい、ミストちょっととあと水道水で手濡らしてバーッと揉み込んであげるといいです、うんうん、さっきミストついてるんでちょっと水道水だと思ってください、はい、っていうか水道水か水道水ですね。ですね、はい。ペットボトルの水って何て言いますか？ミネラルウォーターとか。あ、ミネラルウォーターですかね。岩崎天然水って言うんですよ。あ、アルプスの。だってその商品名で書いてあるんです。だからイロハスはイロハスですよ。天然水は天然水。エビアンはエビアンです。ボルビカボルビカ。ボルビカ。ああ。商品名で呼びます。え、変ですか？ミネラルウォーターとかって言えばいいのに、天然水。天然水飲みます。ブランド指定でブランド指定貴族なんやはりお嬢様立ってご飯食うなんてありえない。お行儀悪いですか？えお行儀悪い。お前全国の立ち飲みに謝れよ本当。料理がいいかって言われたら一個はないですね。えちょっと待って俺だけだって立ってご飯食べちゃダメって昔習いませんでした？えちょっと待って、まあ、まあそういうの立ち飲みとかは別として別としてですよね。なんかそういうお店は別として普通に立ってご飯食べることは行儀悪いって並びませんでした？待って美容室のバックルームそんなやつばっかじゃん。行儀悪いでしょ。行儀悪いすいませんでした。なんか負けました。いや、なんかそういう、まあ、美容師は忙しいとかあるんです。勝てない勝てないこれ野蛮人扱いされてる。見てる人美容師さん多いからね。違う、だから美容師とか、まあ、忙しいし私も立って食べることもありましたけど、一般的に立って食べることって行儀悪いって言いません？すいません、はい、最初のしつけの段階ではそうですよね。ちょっと大人になったらいろいろあるんですよ、はい、小岩生まれなんで。それはもう小岩の人に怒られますよ。小岩の人は多分ほとんどが立って食ってると
絶対受けそれこそれちょっとちょっとしんどい。それこそ怒られますから。いや、こんなこと言ってるけど、小岩を愛してるからね、俺は。さようですか。さようですか。こんな感じで、水で朝濡らした時に、ちょっと力で、さっきあの僕、薬の時に話したんですけど、髪の毛ってキューティクルがガードされてるから、水とかやっても、最初弾いちゃうんです。特にそんなに傷んでないから、で、今回トリートメントもいっぱいし、健康な髪であればあるほど水を弾いてしまうんです。だから水が浸透しないとパーマが出てこないんで、ちょっと力でグッと握ります。そうするとちょっとこうやって変わる感が出てくるんで、そうそうそう、こうふわっと出てくるんで、これを作った状態でオイルでもいいですし、ムースでもいいですし、あの自分の好きなやつでいいかなと思います。まあ僕はオイルでいいかな、これぐらいさらっといきたいんで、これアローディアのデンスオイルっていうやつですね。噂のやつ、ね、噂の在庫が安定しないオイルですオイルつけるとなんか重くなっちゃうイメージが、そうなんであんま使わない方ですけど、基本重くなります。ただこうやってカールが出てる状態だと、そのカールの束感をまとめた方がやっぱり綺麗なんで、少しこう全体にめっちゃいい匂いがするな、やばくないですかまたいい匂い尽くしの、いい匂いしかしないそういい匂いのする美容院になります。でこうやってスタイリング束っぽくしてあげて、このまま自然乾燥でいいです。根元乾いてるじゃないですか、要は、それをこうやって毛先の方をスタイリング剤つけてあげたら、そのまま自然乾燥してあげるだけで随分形が変わってくるんで、でここら辺は少し顔周り、さっき今日ストレートかけたところはブローしてあげてもいいし、で後ろは少しこの華やかな変わる感のある質感っていうのを作ってあげたらいいかなと思います。で今日美容院なんで、じゃあ自然乾燥でお帰りくださいってできないからあの美容院にはこういう自然乾燥マシンがあります。あ、これって自然乾燥風じゃない？そう、これ自然乾燥マシン刺して電源入れると風が出ないんです。まあ出るな、風は出るけど、なんて言うんだろう、柔らかい。ビューじゃない。そう、風がカールが崩れないで乾くこともできる。僕いつも思うんですけど、これ結構乾くんですよ。あ、じゃあうちだったら自然乾燥。もうそう、その間になんかいろいろやってれば、手で濡らしたぐらいのやつって根元が乾いてる状態だと基本的にはあのすぐ乾くと思う。でスタイリング剤は乾ききんない方がいいから、ドライヤー当てちゃうとどうしてもパサついて見えてしまったりするんで、これぐらいかな。こういう感じのカール感もちょっとおしゃれかなと思うんですよね。リバースカールとフォワードカールっていろんな方向に向くようにあのパーマ巻いてあるんで、なんか結構ラフにこうやって作ってあげる、こういうパターンもなんとなくおしゃれに決まるかなと思います、はい、こっちも簡単かな、うん、でも多分ブロー、さっきのブローの感じお好きそうだったからブローしてもいいです、うん、どっちが両方できるっていうのがいいですね。そう気分に合わせて、はい、なんか今日のお洋服の感じとかだとちょっとカジュアルにこうやってカールした方がいいし、うん、なんかいろいろ試せるし、ね、あと夏は汗かくからこっちの方が崩れないです。ああ。そう、はい、このパーマ感は、まあ、僕とこれとほんとんど一緒な感じになる、はい、なんかずっと1日キープできる、うん、でなんとなくこれをキープもっとしたいなと思ったらハードスプレーとかかけてあげるとかなりいいかなと思います、うんうん、前髪バッチリじゃないですか。あー、すごい、なんかもう本当に毎朝鬱だったんですストレートアイロンでちょっとそこら辺の水分を取ります。なぜかというと脂毛矯正が長持ちするために水分は一切ない方がいい。でプラスこの開発中のトリートメントは熱を入れてあげるといいんで、ただ今日後ろはデジパーしちゃったんで、あの基本的にはそのままブローぐらいの熱入れで、前髪だけはしっかりと入れていきます。美容師さん向けに熱入れですね。はい、ゆっくりで少しカール丸くしてあげるとモデルさんの雰囲気に合うかなと思います。薄スライス取ってあげて、ゆーっと湯気が出ます。今回このトリートメントはグリオキシル酸とレブリン酸の2大巨頭プラスグリオキシルカルポシステインとグリオキシルオイルケラチンアミノ酸っていうもっとすごい成分が入ってるんで、プラスソルビトールですね。かなり綺麗に仕上がると思います。手触りやばいですよね、シルクのように滑り落ちる感じですね。はい、OK です。これ自分では前髪とかも乾かすだけです。ただ乾かすだけで大丈夫、はい、このアイロンは1回やればいいだけです、うん、あの施術後に乾かせばもうこのツヤがずっと出てきますんで、いい感じじゃないですかね。はい、あ、すごい、はい、バッチリだと思います。はい、いい感じです、うん、はい、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。バッチリですね。いやもうもうちょっとすごいあのイメチェもできたし、イメチェもよかったです。そう、パーマもなんか結構すごい楽になると思うから、まあ全然ブローできる範囲のカールなんで、はい、ブローしてもらっても
てました。いろいろ試してください。ありがとうございました。はい、もう朝出て夕方に髪の毛グリグリになってることはないです。本当ですね。信じます。頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、以上です。お疲れ様でした。バッチリですね。なんか、すごく多いですよ。あ、よかったです。はい、お疲れ様です。はい、ありがとうございます。はい、お疲れ様です。ありがとうございました。はい。こちらは、あれですね。ジオのハードムースとトリエの10番。はい。朝からずっとしてますよ。片付けしてください。朝、髪の毛をセットしましたよね、その。こんな硬いので俺やんないでしょ。は？ちょっと思ってそこに刺すだけなんじゃないですか。なんでそれができないんですか。今日も鬼しゅうとめがいます。はい、片付けてください。朝からやってますからね。片付きます。大変失礼しました。いいじゃん、前髪さん。前髪さん、前髪さん。じゃあそんな感じで今日もお疲れ様でした。物をちゃんと片しましょう。待って、視点が全部これ。物をちゃんと片しましょうね。はい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 。お疲れ様です。